こんにちは、ちかです。今回はこのザラのスラックス、何個か前の Vlog でちらっとお見せしたスラックスがお直しから戻ってきまして、竹爪が完了したので、これをメインに使ったコーディネートをいくつか紹介してみたいなと思います。もともとザラで買ったスラックスを2年くらい履いてたんですけど、履きすぎてファスナーが壊れてしまったので、ちょっと似たようなデザインでシンプルなものを探してたんですけど、これがすごい良さそうだったので購入しました。これ何がいいかと言いますと、このウエストのところですね、ウエストベルトがなしで、ループもない、本当にすっきりとしたウエストのデザインになっているので、タックインスタイルがこうすっきり決まるのはもちろん、割とこう腰回りがフィットするようなすっきりとしたトップス、アウトで着てもこの段がこう出づらいというか、インでもアウトでもすごい綺麗に着れそうだなと思ってこれにしました。あとは薄くてセンタープレスだと、プチプラのセンタープレスとかだと割とこうプレスが取れやすいっていうのが気になってたんですけど、これはこのプレスのところに縫ってあってしっかりステッチが入ってるので、こう座ったりとか畳んだりとか洗ったりとか、あらゆる衝撃が起きてもこのプレスが一切取れないっていうところがいいなと思って、それも決め手になりました。あとはなんかこうちょっと真っ黒ではないんです、一応色味は黒なんですけど、真っ黒ではないのでなんかそこまでこうハードな印象にならず、よく私が着てるなんかレザーのジャケットとか、なんか割とこうマルジェラのブーツとか、カジュアルだけどモードっぽいこう要素があるようなアイテムにはもちろん合うんですけど、冬になると割となんかこうベージュトーンのアイテムとか、なんかこう少し柔らかさのあるようなアイテムとかも着たくなるので、あんまりこうテイストが偏りすぎない感じがいいなと思って、ちょっとこういう柔らかさもある黒を選んでみました。ちょっとコーディネートの方を紹介していきます。まずはエディションのグレーのカーディガンに H&M のタンクトップを合わせたベーシックなスタイリングです。スラックスは程よくゆとりのあるワイドシルエットで、滑らかなポリエステルメインの素材なので、生地の薄さに対しては割と重みがあり、ストンとした落ち感のある綺麗なシルエットで履けます。アウターはレザージャケットを合わせてシャープな印象にまとめてみました。黒が多めのバランスになっていますが、スラックスはマットな質感なのでレザーのジャケットとあとブーツのこうツヤ感が映えます。重くなりすぎずニュアンスもプラスできるので、黒はこう素材違いでサンドイッチするとバランスが取りやすいかなと思います。サングラスとバッグも黒でまとめるとよりこうモードな印象になるので、ほっこりしがちなクルーネックのカーディガンもシャープに着られます。スラックスから話はそれるんですが、このエディションのカーディガンもすごくおすすめです。続いてはおなじみの This is Never That のブルゾンを主役にしたスタイルです。先ほどとは反対にアウターの色や素材感を主役にしたかったので、ニット、シューズもスラックスの質感に寄せています。このスタイルにアウターを合わせるのであれば、あえて甘い印象のファーのベストを足すのが可愛いかなと思っています。スラックスの丈感はフラットシューズで裾がたわむくらい少し長めにしているので、合わせるシューズやアイテムによって幅広い着こなしが楽しめるようにしています。ビルケンのボストンを合わせて足元にボリュームを持たせることでメンズライクなムードを甘いアイテムとのコントラストが楽しめるようなコーデにしています。フラットで足の甲に裾が当たってルーズな印象になる長さだと、ヒールのブーツ5センチから7センチぐらいのヒールのブーツで合わせるとちょうどよく履けるようなイメージですね。
パンツのこうウエストが割とゆとりがあるデザインで、上げ下げでこう多少は調節ができそうだったので、 XS のサイズで身長157センチ、私の場合は6センチ詰めて履いてます。3つ目のコーディネートはソースアンノーンのニットをレイヤードしてスラックスと合わせてみました。今年はグレーのアイテムが気分なので、綺麗めに履けるこのスラックスとの相性がいいのも嬉しいポイントです。綺麗めですが細すぎないシルエットなので、フィット感のあるトップスとも合わせやすいです。旅ブーツがヒールの高さ7センチで、裾が床から1センチから2センチくらいのバランスになるので、足長効果と歩きやすさどちらもキープできます。冒頭で言っていたウエスト周りの見え方はこんな感じで、どちらかというと薄い生地感のスラックスなんですが、インもアウトも響きづらいので収まりがいいです。ソースアンノーンはインスタでたまたま見つけたブランドで、大人カジュアルなんですが程よくこうデザインが効いたアイテムが多いので、サイト見ているだけでもすごく楽しかったです。これはなんかオフショルのグレーのニットとノースリーブのハイネックのニットがそれぞれバラバラなので、単体でも着ることができます。アウターは腕周りにボリュームのあるボンバージャケットのようなレザーのブルゾンを合わせました。ブーツを合わせたスラックスのラインがストレートなので、アウターでボリュームを出すのが気分です。インナーのニットとバッグベージュを差し色に、ラフな中にも少しきれいめなムードのある着こなしにしてみました。横から見たシルエットもストレートなので、ショートアウターも様になります。4つ目のコーディネートです。冬はシンプルなハイネックのニットも着たくなる日がありますよね。スラックスは股上の高さがしっかりあるデザインなので、コンパクトのトップスをインすると、私の場合は少しこうゆとりが出ました。まあ、なんかこのゆとりが気になる場合は、まあ、そういったこうトップスとのコンビネーションを考えて、ウエスト位置をこう決めてから丈詰めをすると綺麗に履けるかなと思います。黒と茶色こう半々のバランスでコーディネートをしてみました。たっぷりとしたこう丈感のロングコートとも相性がすごいいいんですよね。アウターはこうウエストベルト付きのガウンっぽいコートなので、足元はこうブーツを合わせて目線が上に行くバランスにしているんですが、まあ、ゆったりとしたシルエットのコートとかはスニーカーだったりとか、あとビル系のボストン、さっき履いてみたフラットシューズとか、リラックスしたムードのシューズと合わせるのも可愛いと思います。これはあのコートと同じローレン・マヌーギアンのストールをレイヤードして遊んでみました。なんかこういうアウターオンアウターみたいな感じで、ちょっとこう巻物とかをレイヤードするとコーディネートの雰囲気がまたガラッと変わるので、なんかこういうちょっと小物とかで遊ぶのも冬は楽しいですよね。ナレーションが久しぶりすぎて4コーデやっただけでちょっと息切れ気味なんですが、頑張っていきましょう。最後のコーデです。最後はアイボリートーンのノーカラーのコートを主役にした着こなしです。しっくりくるバランスってまあ限られているので、上がこうゆるっとしてるコーディネートがまあ私の場合は一番落ち着きます。グレーのカーディガンとまあ同じく、どちらかというとこういうトーンのゆったりしたアウターっていうのはほっこりしたムードになると思うんですけど、こういうアウターとも合わせられるっていうこのスラックスの優秀さですよね。これも足元がこう自在なので、ビルケンで合わせてるんですけど、ヒールありのブーツとかにしてもいいかなと思います。明るいところでよく見ると色の差が分かりやすいと思うんですが、トップスとシューズの黒に比べると若干こうスラックスの黒が淡いんですよね。このまあ濃淡がばらついてる方がカジュアルに着たいときはこうよりラフな印象でまとめやすいと思います。まあ、でもセンタープレスはもうバチバチに決まってるので、なんかまあラフはラフなんですけど、ちょっとこう綺麗め要素も残しておけるっていう、まあ、おすすめポイントが本当に盛りだくさんの万能スラックスになってます。はい、そんな感じで1本のスラックスで5コーデ紹介してみました。
TC の在庫があるかとかチェックしてないんですけど、オールシーズン履けるタイプのスラックスなので非常におすすめです。気になりましたらチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。